はいどうも、はじ清志郎です。お祝いですよ。まあ、このアングルっていうのは僕がね、この真っ暗に、肘をズシンとやりながら、こう、バターンっていうね、一番僕が楽な姿勢で一番話せるっていう。で、そんなね、まあ、過激に、過激にっていうか、バーンってマシンガンのークもせずに、ふわーっと感じで喋るときはこんな体勢なんですよ。で、いつもここら辺がね、あの、見えちゃって危ないですけど。いやー、1万回来ました、総再生回数。 まあなんか収益適用っていうのはちょっとよくわかんないです。なんか総再生回数1万以下はダメだったけども、まあ、再生回数自体1万以下はダメなのかもしれないけども、やっぱり一つの目標でした。再生回数1万回っていうのは。いやー、ようやく行けました。9ヶ月かかりましたよ。ねえ、やっぱその、まあ難しい、なんか変な動画いっぱい上げてきましたよ。確かに再生回数、チャンネル登録者数はね、あの1人減りました。1万回いった。 こ,とでまあ、そのこの情報っていうのはよくわかんないですけど YouTube からもらった情報で皆さんもわかると思うんですよ。1万回行ったかどうかは。なんで、あんまその収益とかの話じゃないんで全然いいと思うんですけど、いやー、ったよー、1万回。1万40回行ったけど、なんかどう、再生回数でもかさ変わらされてんのかななんか悪いやつが俺の再生回数を遠隔で買って、なんかやってるのかもしれない。という恐ろしさあるよね。 な、な、だって何で俺再生回数取れてるか分かんないけど、多分物好きの人が俺の動画見返してんだろうね。でもなんか動画の再生回数がどんどん増えてくるんですよ。俺はね、ちょっと、これから頑張りますその代わり、コンレンさんがその、あのね、あれですね、あの、コメントしてくれなくなっちゃった。多分ね、あの、忙しいと思うんすけどね、あのー、 今,年は今どういう時期だ秋休みで多分旅行行ってるんすよ。うん。だから多分ね。うん、ちょっと待って。でね、あのなんかそのラファエルっていうね、まあ多分偽物チャンネルなんですけど、その人がなんでってコメントに返してきたんですよ。6時間前。なんでハてなカッコ、わらわら、カッコはつけてないわらわらってきたんですけど、なんとそのコメント、 がなかきその動画が消されてるんすわ。だから俺はどんなコメントをしたのかわからないけど、ちょっと待って、コメント見るわ。履歴コメントで。多分、なんか、わかんないな。あこれだな。 あ、再生できませんのタイプかんあっみゆそう俺みゆに徹底的に安置するぞ ってて書いてあったんですよねあ、俺違うアカウントでコメント書いたかまあいいやめんどくせえめんどくさくはないけどいやー、まあ、1万回来きましたよ1万回あ嬉しいなーやっぱ 一万、一万って数字よりなんかまずおさ、お金くらいか。お金は一万って数字見たことある。あと他にはまあいろいろゲームとかで見たことありますよ。でも実物詞として一万という数字はお金か、それ以外はないですね、お金以外に。うん。まあ一万って書いたことありますけど、いやでもなんかそういう、なんかね、ビュアー数一万、まあ総再生数ですよ。そんなんね、もうなんかヒューって出ちゃいますよ。 まあ、すごいユーチューバーさんも一回の動画で出せちゃう再生回数ですけど、えまあ、よそは外、うちはうちということで。いやー、9ヶ月長かったですね。あの、やっぱりその、まあ、いろいろ話すと。まあ、動画撮ってて、その、お小遣いにもなればいいなーっていう思いで始めたんじゃなくて、単純に暇つぶしとかで始めてで、お金も、お金ですね。やっぱお金が欲しい。でも、お金が欲しかったらもっと面白い動画出すじゃん。でも、自分のね、 新しい、やっぱその、なんでも新しい道を開拓して、その、前にある道を辿るんじゃなくて、こんな感じのね、生活感溢れるスタイルで、べしゃべしゃ喋る。喋るのもちょっとなんかね、変なボケ入れしつつ、シュールって感じを貫き通そうって思って、早く9ヶ月ですよ。1万回で最近は再生回数がどんどん伸びてってる。何で伸びてるか分からないっていうのは、その数字、あの、俺はデータが分からないんで分からないですけど、 で、やっと1万回。まあ、なんで1万回とか、4月か何かの改編で、収益はもうできないですよって1万回以下の方。で、多分動画1本で1万とかなんかそういうのめんどくさいんですいろいろ。で、それでなんか、いろいろめんどくさいし、なんか、1分以下の動画カウントされないとか、そんな、もうどんどん規定が厳しくなってね。って言ったら多分俺、規定ギリギリアウトなんですよ。 いろいろ、おにぎりうめえって動画1分以下じゃないですか。いや、なにそれって、動画に1分以上じゃないとダメなって、ほんと YouTube クソだと思いますって言いながら、YouTube で発信していく、この矛盾。バンはしないで。うん。いやー、俺しかいないから今の YouTube を変えれるのは。でもやっぱりそのね、あのー、僕はね、あとはね、編集力だけなんですよ。でも編集、お、お猫店さんが動画上げた。これは見なきゃな。 すご,いなすごい、この変な日曜日の変な時間に上げ上がってでも2200か行ったんですよ、以外にで収益はね、ないんですけどね最近、コンレンさんがやっぱコメントしてくれなくなったら多分、秋休みなんであの単純にあの旅行行ってるんじゃないでしょうかそらね、コメントで旅行行ってきますなんで、かぐやさん,んで、ね、このようにいないと思うんでいやー、でも1万回行きましたあ、猫 のの発表動動画画と同時に僕はこの動画を撮ってるといやー、さすが運を引きつけろとか。でもやっぱ今の YouTube を変えらやれるのは僕しかいないと思うんですよ。すごいナルシスト発言だと思うんですけど、やっぱり僕、はなんか YouTube で人気の人たちあんま YouTube 好きじゃないんですよ。僕すごい YouTube 好きで YouTube 見てる。でもやっぱりその他の色には染まらないんですけどね。僕のなんか色がなんか黒なんですよね。強すぎて。で髪染めようかなと思ったけど、やっぱ染めないって言われますよね。 あもうベースで頭おかしいやつなんで、頭おかしいやつなんで、シルクロードじゃねえよってね。いや、なんだそのツッコミ。新人類、新人類。あ、でもね、今は、あの、今、極限の状態にありまして、極限の、極限の状態にありましてで、極限の状態にありまして、えー、そのね、眠い時に僕はすごく喋ってしまうという性質があって、まあ、どんどんね、喋る速度が加速していく。その喋り版プッチシンプルみたいな感じなんですよ。喋る速さだけを加速していくっていうね。 いやそんななんかすっごい、まあ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 、相手をのうざがらせる、嫌がらせの技としてはいいけど、でも、仕返し怖いよねっていう。手、手出すパワーもないからね。うん、まあ、ほんとます。え一番回ありがとうございますね。やっぱレンコンさんとかね、ポイスケさんとか、あの、レッスクさんとか、いろんな人のおかげで、まあ、ここまで来れたんですよ。 で、なんかたまにね、いっぱい、毎回低評価を押してくれる人もいるんです、たまにね。いや、その人の再生回数、なんか低評価をしてくれてる。でも低評価って言ってもしっかりと評価をしてる。まあなんか多分その人の中で、ね、あのー、ね、はじまのこの面白い動画と比べたらつまらないなっていう意味で低評価をしてるんだろうと僕は思います。とか、ちょっとなんか、 テレビ向きじゃないなでもテレビに出る気ないですけど、まあそういうので。まあ一番代表作はね、あの視聴者全員プレゼント、ニンテンドスイッチをプレゼントが当たるというドキドキをプレゼントっていう,もう、単純にタイトル詐欺ですよ。でもちゃんと最後まで読めば、あーって言うんですけど、そのね、ちゃんとね、あのー、スマホだとほぼ見れないようになってるんですよ。っていう悪質なやり方。はい、で、1750何回とか出ますけどねいや。収益最初はあった。あったよって言ってもね。 あ,あったって言ってもね、まず、まあ、システム、あ、システム話すと場になるのやめよう。ここまで来て場になるのやめよう。だ、もう何な,なんねん。もうほんと、めんどくせえな。まあ、ここまで長いっすね。9ヶ月間ですよ。はい。ほぼ9ヶ月間ずーっとここまで行ってましたね。意外に僕、動画も825本出してるんですよね。危ないな、これ。このアングルは危ない。825本。 あーまあ、ちょっと待ってくださいね。動画本数見ますよ。825本っすよ。ねえ、まあ、鬼のような形相で動画を上げ続ける男。いや、なんかあ、あ、井上嬢さん動画上げたの見なきゃ。いや、まあ、いろいろ、ちょっと再生回数高い順の見ていくわ。ま収益したいんですけど、後でやろう、まあ。再生回数の多い順って言って、 まあ、1位が、まあど、どんな感じまあ、見せられないっすっていうのは、単純により編集力ないんですけど、視聴者全員プレゼント、ニンテンドスイッチが当たるドキドキをプレゼントですねな。なんで5なんだろうね。視聴者全員なのに五って、先着5名さでフィッシャーズをバカにしたら面白すぎだ。僕はちょっとなんかフィッシャーズに頭に来る季節があったんですよ。その時に出おい2から2の11から13ステージをクリアできるのか。まあ、これはそのね、あのー、カベキンさん、ラファルさん、ヒカルさんの おい雑魚2のやつで、あの、異様に難しいんですよ。いや、そんなんちゃちゃっとクリアできますからとか言ってるけど、あれ、まあ、バチクソそむずいんですよ。で、むずいのは本当にできるのかと。なんかね、課金しないでできんじゃないかって、自分の正義感にかられてやったら、それ定評が23まずいちゃう。そのね、まあ、画面映してないんで、それは当然ですよ。うん。でも一応いけるよ。 なんで、デブすぎてもうすぐ死にそう。これはその朝昼、なんか朝にケンタッキーとかセブンとか食って、セブンのホットスナックにマックも食うわっていうのは、それはもうデブすぎてもうすぐ死にそうっていう言葉が出てもしょうがないくらいのあの悪い食生活だからこういう動画が出て、そして364回、これがなんかね、あのー、なんかその動画に高評価してる人のやつとかチャンネル登録数とか、なんかその人の見たんですよ。そしてなんかめっちゃもう、 なんかめっちゃ、五段原みたいな子供のデブがいっぱいいるんですよ。高評価してる欄に。あ、そういう系の人かって思っててね。うーん、まあそれで400、えー、364。自力でこれはすごいですよね。単純にデブすぎてもうすぐ死にそうっていうのは364回。364回すごいですよ。これは確かに大変あのもう、今はもうすごい YouTuber な、そんなクソみたいな数字っと思うんですけど、僕にとってはと絶えさもない数字ですよ。 うん、で、まあ、誰もそんなこと言ってないわけど、ゆなチャンネルにも飲ます。これちゃんで、16分間ボケ倒すっていう動画になっております。まあ、これでね、あのボロクソにみんなに言われましたけどね、まあ、何一つね、言われたものすべてねた、たまに編集しますけど、今編集しないです。な,なんで編集しないかと俺編集センスがない、やっぱり。そのセンスがない、うん。トリミングすると20分の動画が俺40秒になるんですよ。恐ろしいでしょ。うん。やばいよね。 えーで、スカイピースのイニ君の最初の挨拶がメイプル超合金のカズレーザーの最後から2番目の締めにいつの間にか変わってるものもね、これ低評価6万つくのおかしくないスカイピースのダーマもー、スカイピースイエイあじゃ、イエイあれじゃイエイを、あれがどう見てもカズレーザーのね、あの、手応えありにしか見えなかったんで、それやりました。で、化粧水があ中間鉱ぎに見えて食べちゃう。誰もやってなかったからね、メグニさんのやつをパクってやったんですけど。 で、それで売名したときなんて、おにぎりうめこれは売名をしてないですけど、多分行くだろうって思って、おにぎりうめっていうのはね、あ、これつまんないってコメントしたやつだっけな。誰か、誰かがコメントしてるんですよ。ちょっと。あ、クソつまらんわーって言って。見てくれて、血をありがてえんだけど、他の動画も見てくってコメント返してきました。クソつまらんわーって言われてるのさ。そのね、あれ。 あのー、この竹の塚のおにぎりうめえ爆笑のこの人のものまねしためっちゃ似てるんですよ俺のさすがデブとまで半物質を作ってみたっていう動画ですねえー、コメント欄には半物質を作ってどうするっていうなってなんで半物質を作ろうとするかって言うと半物質って何兆円とかでほらあるでしょ 1g5000 兆円で売れるって言ってお金が欲しかったんで作ろう なんか衝撃を使えば、半物質ができてし、その後どうするの少なくとも、あたり一面が、あのー、さらちになるけど、これ知らなかったっす。はっきり言って。ドゥドゥンがつ森って返しておきました。あの、なんか適当につ森って最近返してんですよ。だったら、この人そこそこ頭いいなんかとこ言ってんだろ、このやら。桃太郎電鉄、えー、あー、やばい。15 フフィィテーンだな。フフィテ1じだな。フフィィテーンオープニングムービー。えー、自作制作アニメ。子供には見られない。獣フレンズとか見てる。ああ、だこの人、多分なんか疲れてる人だなあ。結構年齢層高いな、この人。まずね、カズヤチャンネルとか見てる人結構。あ、でもフィッシャーズの動画を高評価してる人点ででもこれ精神年齢低いっすよ。あ、でも意外になんか、あ、 まあそこそこ頭のいいガキって感じですかね。多分まあそこそこ偏差値60くらいの中学か高校に通ってるね、あの生意気なガキだと思いますと、ね、頭の悪いガキが申しております。で、て半分室作ってみた。半分室でんかレンジでなんかするとか何か言ってたんで、レンジに半分室的なものがあるよ。で、なんかそうしたらできるよとか言ってたんで、で衝撃を与えて作ってみようよってなったけど、まあできるわけないんですよ。 できたら怖いですよ、僕は。うおーってできたら、うおーってできたら、いや、もうちょっと怖いですね。何に入れればいいんだろうって感じね。デブがおかゆダイエットとか言って楽して痩せようとしてる映像ってね。でこれ、おかゆダイエットって言ったんですけど、おかゆがね、あのー、飽きてやめました。はい。で、全然、あの、やめましてで、レイターズは顔だけしか取り柄がないっていうやつですね。はい。そしたらいろんな人から来て、あのー、いろんな悪口言われました。悪口、俺が悪口言ったんですけど。 あのー、だってそうなんだもんって話なんですよ。いやー、編集もなんか、確かに音楽とかはいいけど、挨拶はつまらないでしょ。で、キャラのパンチ力もないでしょ。企画のパンチ力もないでしょ、ょ面白くもないし。す、え、べ、ー、てにおいてダメで、まあ、強いて言うなら顔。でも顔がいいかって言ったら、そのカメムシ君を真っ正面で言ったら、首投げ、なんか、どっかの民族みたいな感じじゃん。ここにリングつけてる。 なんかアンサンスーチー顔の人の画像でよく出てくる民族みたいな人じゃんみたいなになってあんまかっこよくはないよねってバランス悪いよね顔だけだよね顔だけしか取り柄がないって言ってるんで顔も取り柄がないかもしれないっていうねあのネガティブにかかるそうなんですけどねでスゴフェス充電引いて勝利を収めましたこれを収めたんですよバギーを取ったんだ俺はバギーあ、バギー キャプテンバギー船長のね、まあ、お宝を必ず1個追加してくれる。で、勝ちました。そしたらね、あの意外にスゴフェス系はねあの、引きがいいんですよ。みんな見てくれるんですよ。で、で勝利を収めたんですで、意外に最近こうやって見せるようにして,してるじゃないですか。やっぱそれはしっかりしようと。盗撮されてる気分を味わえる動画って、これね、こう、あの、盗撮されてるんですよ、こうやって。俺がちょっとね、あの変な、頭おかしくなった時期に撮った動画なんですけど、やっぱその、あの、なんでこの動画が思いついたかっていうと、TV さんが あのなんかね、面白い持ち方してて、ね、こういう持ち方してたんですよ、こういう持ち方。たぶんこれじゃないですね。はい、ごめんなさい、これ,これかあ、どっちだ。こういう変な持ち方してて、あ、面白いなと思って。 やりました。で、水溜りボンドの監督が役中だったらっていうのが、あーどー、どうも、あ、どうもー、どうも、どうも、どうも、みたいな、なんかよくわかんないものまねで,ですね。で、なんかこいつ喋ってるっていうのはもうその通りですよ。なんかこいつ喋ってるね。え、第一回、アンチのコメントと遊んでみたっていうのね。なんで定評がこんなについてんのいや、アンチコメントに腹が立って、アンチコメント体制がなかった時、この目見てよ、もう泣きそうな目じゃん。ねえ、もうこう、っていうね。俺は面白いと思ったけど、っていうね。でも意外に俺の、 センスは光ってるんすけどね。まあ、みんなまだ気づかないと。で、ね、猫天対抗生放送。えーまあ、これ単純に猫天が生放送してたんで、俺も対抗したろらって言ってやったんですけど、あ全然対抗できなかったっていうね。一君に禁断ボンボイの復帰位置になるのか抜き打ちで聞いたら殺されかけた。まあ、これのオチ言いますと、あのー、これ普通だと、ウェイウェイウェイとかモザイク、続きは動画でみたいな感じで、普通に電話して、 で、あの、いや、面白くない、回答やなって、煽ったら、その、変な、人殺し超音波で耳の鼓膜を、あの、破られるっていうオチですね。はい。で、ドナルド日の布教活動っていう。でそしたら、なんか、私だけかと思いましたって言ってコメントしてる人がいて、ちょっと怖かったです。はい。えちょっと高評価をしてみますよ。えー、今でもいるのは自分だけかと思いましたが、この動画を見て、すごい元気ができましたあつ森って返す。 初めの事情についてプロ底辺 YouTuber が思うことってプロの底辺 YouTuber だぞ俺はってまあ若手中レイターズはファンを教育できない、えー、YouTuber ごっこ集団だってこれなんかよく言いそうじゃんな何々だーみたいな決めつける気持ち悪いやつのものまねをしましたでチャンネル理念なんでこんな低評価ついてんだよチャンネル理念言ってるだけじゃねえか俺がどういうことをやろうって あまあ、これ、売名したときか。売名したときにその、チャンネル登録してない人は、この動画がボンって出ちゃうんで、これにみんながね、あのー、頭の悪い人は、これに低評価を押さ押すざるを得ない人で。寝配信で10時間。え、おいおい,おいあ、多分これ、あれでしょう。寝るなってコメントした人でしょう。これ、10時間やばくない ?10 時間寝てるんだよ。 結構俺長いよ。<laughs> 10時間よく寝たなぁと思いますけどね。はいあ。ちょっと今ね、動画を振り返ってます。え地球滅亡,滅亡を亡くらむ男って言って、これはその、まあ、何をするかっていうと、えーまあ、こ,うここにストローを刺してブグブグブグってするんですよ。で、ブグブグってすると、泡がこうプカプカって泡が出るじゃないですか。それ二酸化炭素じゃないですか。で、その大気中の二酸化炭素を増やして地球滅亡させようっていう壮大すぎる。 ミニから、ミニからやべえ <coughs>。やばい、喉が。あ、冷たないこれストロー必要だ。やばい、ちょっと真面目にべるわ。しゃべるわってな。おしゃぶりねえぞ、今。ちょっと待って。あの、龍角さん舐めながら喋らして。やばい、もう死ぬ。今日俺ね、4時間ずっとあの、5時間ずっと喋ってんの。なんでかっていうと、俺なんか変なね。 独りごと病みたいなのにかかってんの。これマジで、あの、ふざけしたことじゃなくて、なんか、頭おかしくなって俺ずーっと起きてる。眠くなり始めてからずっと喋っちゃうっていう、精神疾患みたいなのに陥っちゃってるで口、口ぶさた。手持ちぶさたの逆、口ぶさた。やべ、うん、やばい。ほんとに喉いい。 で、日常っていう動画ですね。こ,れこの時も売名したんでみんながいっぱいバッシング食らったっていう悲しき動画ですよ。ま高評価を押していきます、えー。売名から来ました。何歳ですかそんなことしていいのですか売名をするだけではなく、有名になるきっかけを動画を作るべきです。今のまで有名になれないでも、それにあなたが言ったことはちゃんとコメントして人もいに回します。私のコメント動画に出してもいいですが、私のコメントで何と言ってもいいです。でも私はアドバス、何もわかってない。もう少しちゃんとしたって動画何それ。 うん、で、何歳ってみんな聞くんだよね。で、このね、猫さんって人がね、毎回言ってるから、聞いてくれよ、最近君の動画を見ると画面にゲロボスが映るんだ、スマホかけようかなって、これは何なんだろうな。あの、多分俺の顔がゲロボスって言いたいんだけど、それってさ、あのー、みんな、この真っ暗な画面をこう見て、これ見てって、あこれ映っちゃう。これ見て自分の顔が映る。それはじ、画面は液晶だからな。画面って言ったらゲロボスはお前の顔だぞ。 それ。で、君がゲロボスって、そのね、あの、遠回しに皮肉めいたことを言おうとして、その、頭足りなさが露呈してしまった猫さんなんですよ。で、猫さんっていうのやめて。猫が悪いみたいになっちゃう。失礼かもだけど何歳ってね。失礼ですがだろ。きなこチャンネルや。なあ。最近動画上げてんのお全然動画上げてねえじゃねえかや。 でかさムちゃん。これすごいのがね、この日常っていう動画がね、こうやってかんだ顔になってるんですよ。もうこんな顔じゃないですけどなってこれ奇跡なんですよ。YouTube が勝手に選んだのでこんな感じになった。えー、っと、売名してた。売名いっぱいしてたんですよ。気持ち悪いし、内容もキャラもくそ。サムネも適当そすぎず、その上売名とかもうあってるハミ YouTube やめた方がいいよ。こんな動画出してる、お前は持ってなくても,も,も、もある友達に。友達いないんですけど、僕に。友達いないんだよー。 恥をかいてくれる友達がいないんだよってコメント返したら、わらわらって返してくれるかな。日常っていう16分の、ね、動画にコメントいっぱい。まあこの時売名、でなんか最近も売名したんですけども売名やめたいんですよ。なんでかってブロックされてるんですよ。めっちゃ。いろんな大物 YouTuber に。大物 YouTuber になると2秒かよ。これやば。え、なんか、動画を上げるみたいなこと言ってた気がします。スゴフェス引いて大爆散ってね。 スゴフェスで、えー、300円、かっこ税別でライトセーバー作って遊んだ。これは結構いい出来でしたけど、今はどっかもう壊しました、えー。おはようございます。朝の生放送ですね、これは。広、えー、ス接種してみた。これは結構最高傑作に入る。えー、5本の指に入るくらい面白いだよね。テスト HD の動画、なぜか、あのー、紹介数が40個。テスト、テストって言って、あのー、貯金箱のね、 500円が、500円をいっぱい貯めて10万円、100円玉で3万円みたいなこと言っておきましょう。で、これからの動画投稿スタイル。えー、動画投稿していきますよっていうときに、あれこれ絶対再生回数変われてるだろ。おかしいなあいや、怖いな。これから動画投稿スタイルどうするかっていうのを話したときです。 特に内容はないです。百均のホワイトポニー、ホワイトスポンジ使ってみた人なん歯につけるやつなんですけど、全然色変わんねえ。で、なんか口がまずくなるだけ。地獄。コミオミ雑談。5時間で。笑えればチッと歌ってみたってね。これど,どうお、こうすればいいのか。よし、高評価をしとこう。最近自分の動画に高評価を押すのが趣味なんですね。たびたび希望、多賀高一ってやつにあたびたびってないこれ。 ところどころ、なにこれ。なにこれ。えー、ただただキモい。ただただね。ただただキモい。え、自己完結してる、それクソコメだよ。自己完結すんなよ。<laughs> スケスケの身の能力を持つレモンティーうなんだ。あ飲んでるあ、俺飲んでるじゃん。あ、この時飲んでたんだ、俺。 最近、あのー、スケスケの実の、まあ、いろいろの実によって色を抜かれた、あの、ミルクティーっていう動画紹介したじゃないですか。あ、そのミルクティー飲んでなんだっけな。あのーあー、俺の動画なんだっけ、ちょっと待って。最近あげた動画。えー、琵琶湖一杯分のレモンティー飲んで、頭おかしいだろ。 めタイトルの面白さはね、あのもう1位ですよ。急上昇乗りますよ、これ。急上昇乗ったのかな、俺。そろそろ乗れよ。<laughs> いや、乗らないだろ。漫辞を向いて歩こうとかめっちゃ面白いのにな、漫辞ラップとかで。なんでこんな面白いのに。でも最近再生回数が増えてる。あれ 動画あ、ちょっと待って、探す。ちょっと待って、探します。いや、すごい長い動画になりそうだな、これ。新しい薬物のその名も、ッツまあ、プリッツって意味なんですね。プリッツの袋をここだけ振ってす、スっていうっていうね、明らかにこいつ決めてんだろっていう感じを出すだけ。あー、やべえ。全然ないわ。あ、動画一気に出したから埋もれてんだ。やべえ、めんどくさいぞ、これ。 そろそろあるだろう。会ってくれよ。ああ、もう嫌だ。もう探したくない。いどんだけお前はね。透明なミルクティーを飲んだら体の血液が死にかけた。いや体の血液死にかけるって概念はないと思いますよ。っていうね、あのマジレスを待ってるんですよ、僕は。 私まつはマジレスをまつはあ、決まりましたねうんあ、自分で高評価をしてたクソだなコック井上料理教室あ、井上潤さんの動画だって誰じゃこいつって思ったらあ、機関車トーマスアベマ TV でやってた いろいろね。アルティメット4人凄す,すぎって動画で何で定評がつくんですか俺の方がすげえって言った方が定評がつくだろう。うそら。何です視聴者にとって4人も無駄な1200秒って、これ俺がね、マーフィー幸せの法則を読むんですけど、これを読み切るまで終わりま、終わりませんっていう動画だったんですよ。だけど、途中で、あのー、あーもう、ああ、来たって言って終わるっていう謎の動画なんですよ。え 俺やばくないこのキョールえ。デブのくせに小食ってやつ破裂しろ。これはパンケーキいっぱい作ったんですけど、食べれなくて親の分に残す。で、それで小食ってコメントが来るかなって思って、そういうやつの、そういうやつ破裂しろっていう、もう先手必勝で低評価をしてんじゃん。ああ、こいつデブのくせに小食だなって言おうと思ってくる先手打たれたらムカつく低評価いや人気になりたいから自作自演するっていうこの動画は俺がね、 アカウントでやってるんでそれだけですねでなんか銀座の嵐さんやーとかたびたび変なコメントしてましたえラファエルの素顔を見たい人必見動画っていうねこれ結構面白いっす、ね、結構面白いんですけどねあの動画としてはいい動画だと思うんですけどはい高評価ト <laughs> ゥトゥバトゥ <laughs> なんだこのオチ 皆さん見てください。売名生活3日目、ここで罪悪感が生まれるよっていうお話。俺の関連にデブしか出てこないじゃねえかよって、これね、あの、ポークマン、iPhone の日常、えっ、ー、なんか、8300円 TV みたいな、あいつですよ。長谷川幸喜ですよ。長谷川幸喜じゃねえな。あの、YouTuber なめんじゃコらラーの人ですね。でも、あの人不思議なのがなんか、運送業してるのか知りませんけど、あの人めっちゃ金持ちじゃねえ。普通に、ベッドもしっかりしてるし、 椅子もしっかりしてるし、で、なんか、トラックもしっかりしてるし、なんかよくわかんないですよね、職業。でも、あの、アイコン変えてほしい、トップ画像も。あの、変な、なんか、犬の餌みたいのはやめてほしいですね、気持ち悪い。うん、素直に見れないんですよ。うん。で、なんかなな、これおかしくない再生回数31回とか。ね、やばいな、これ。絶対なんか、 魔の手の力によって再生回数を加えられてしまってる。で、気違いダイエットっていうのは、俺がうううーってやるのをただただみんな見てねえってとこです、えー。え、コミュニケー目指すかえ、これなんでコメント4つもついてんのあま、あ高評価をしとこう。あ、蔵前さんだ。 なんで蔵前さんに集つりって返したんだ俺はいやーやっぱ頭が相変わらず吹っ飛んでますわ。スカイピース丸ばくりしすぎでしょいやそらそうだろ。丸ばくりしすぎだろ。それだけです。えー、伝えたいこと、これは何を伝えたかって。うざい歌い方10銭、100個はない。そらそうだな<し>。そのうざい歌い方でヒひヒ,ーヒーってやるけど、10個くらいやるけど。 100個はないよ。そらそうだよな。100個はないって言ったでプロの待ち回りですね。プロと業の待ち回りじゃなくて単純に、勝手に質問コーナー、これ結構面白いですね俺が自作自演だよ。考えた質問を勝手に答えていくっていう、いいと思います、これは。 でメグリズムホットアイマスク商品紹介してみたって、これでどういう動画かっていうと、そのメグリズムを紹介して、あーって熱いんですけど、熱いんじゃこらってそ向こう、ね、に投げて、火事が鳴ったって設定で騒ぐ。騒いでたら、その、びっくりしちゃって、そのティッシュ箱にぶつかってティッシュ箱と喧嘩になるっていうオチです。積水ハイマー CM の解説は、積水外すだと気にします。視聴者全員プレゼント投げキッスですね、これは。 いや、その、視聴者全員プレゼントって言葉好きなんですよ。画面越しで何か伝わるっていうので、それをやりましたら低評価2、でも高評価2って多分俺が2つ押してますね。俺のニやかで押してますんで、あの実質低評価2ですね。いやー、ごめんなかったっすけど、意外にだタイトルがあれば思い出せますね。あの、これ以降多分ね、 タイトルないやつなんですよなんか俺がよくわかんなくて YouTube がよくわかんないんですけど Win 何,何々何々ってあれ取った日付なんですよ。のやつはなんか一日の投稿本数が多すぎて嫌になっちゃったってなっちゃってなんかほぼ最初の本しかタイトルつけてないじゃないですか。ビデオブログみたいなもんですよ。 で、今はしっかりとタイトルつけるようにしましたやっぱタイトルは重要じゃないかなと思って。やっぱタイトルって一つの個性じゃないですか。わあめっちゃ喋りすぎてツバめっちゃ飛んでんだけど、なんかたまにある柄みたいになっちゃってる。なんかつぶつぶのザルザルするガラガラ、ガラ、ガラガラやばいな、それガラガラってこれな、これな。これ、これ、これな。どれなそれな。レナレナ。ということにな。 もうおやすみなさいですよ。僕、寝たいんですよ。眠い。あのー、岩いですけど、眠い、まあね。猫店さんと井上嬢さんの動画見て寝ます。いや、どうしよっかなー。寝るの先にしよっかなー。寝る。寝ない。写真しく。あー、だめだ。さあ、だだだだだだ。だあー。あいやー、しゅきゅうちゃんがやっぱ わかった。ルーレットで決めますえー、ちょっと待ってルーレットを作ったんですよ新しいルーレット作るわえー、っとねこのいろんなユーチューバーがあのー えー寝るで動画ねがえーとるまだとるよ動画動画間をとる完了で項目追加えーで動画を見る で、3つでいいな。セット。イエス。はーい。なんか個人情報ばれたら、ドンマイってことで。はーい。ちょっとね。いろいろ面白い。ここちょっと長いなんです光の反射ね。 これこれ見,ず見づらいな。おーい、タカシイズ TV 通知してくんの。いや、つまんな、それ。結果、寝る。ということで、つまんないなー。うわー、持ってないわ、これ。いやー、持ってないわ。抽選速度2にして。抽選速度、今度は2にしてどうなるかやるわ。 音最大最大じゃなかったえー、また寝るだあでもね音最大じゃなかってからもう一回抽選速度1でやるわここ動画を撮るお いいね次、抽選速の2。きつくないこれ、普通に持つの。変な持ち方になってるし。俺も見えて、みんなも見えるやり方。寝るだ寝る強えいや、動画見ちゃダメなんだよな。その前に、まず。いて。もう腰いてんだよ、この体勢。 これルーレットの意味あるか動画を見る。別れてんじゃねえかよー。ということで、えー、動画を撮って見て寝まーす。はい、ということで、あと3分、なんか飾りました。いやー、本当に、その、ここまでの一万の道のり。今思えば短いっす。 終わったんで短いですけどまあこれからいなんですよなあ雨噛んだら苦い、まあ、ここからスタートラインにも立ててないまあ、靴ひもを調達したって感じですよね靴ひもを結んでないです調達やっと上達したまあねこれからもね自分らしい動画を撮れていければいいと思いますね やっぱ意外にスタイルを貫き通して、あの、ここまで来れたっていうのはすごくいいことなんですよ。まあ確かにちょっとね、YouTuber っぽいタイトルにしてみたりしたりとか、でも内容クソなんですけどね。いやーでもね、あのー、まあここまで来れて、一番か、やっと来れたかな。まあこっからっすわ。こっからね、まあ改造車くらい、改造車5 0 0キロですよ。のスピードでみんなを追い抜いて、 100万人、1000万、1億チャンネル登録してね。どんどん行こうと思います。やっぱね。あのー、こっからっすわ。で、俺のアイディアってほんとなんかね、いろんなやつにパクられるんですよ。レイターズとかなんかの、ね、底辺 YouTuber のハイエナとかに。パクられんすよほんとに。あの、僕が寝てる間に脳みそのデータ奪わないでください。プッチシンプしないでください。メモメモ飲みしないでください。 ねやっぱすごいんだなって、でも俺の思考、その考え方、察想力っていうのは、ね、盗まれてるんですよ、俺。レイターズに盗まれたでしょ東海アに盗まれて、ハイエナ系 YouTuber に盗まれた、水溜りボンの時、いろんな YouTuber に盗まれてるんですよね、まあ。ということでね、まあ、盗まれないようにえ、ちゃんとね、しっかり鍵をつけて寝ます。寝言は暗号化します。ということで、次回の動画でお会いましょう。バイバーイ。ということでね、今日の四段タイム、ABEMATV、最近見てるんですよ。 あのアベマ TV とかなんかね、いろいろ言われてたんですよ。石川祐幸さんがなんかその言ってて、あの、アベマ TV はお金使いすぎて、あのー、もうやばいよなーって言ってて、そのやっぱ芸人をいっぱい呼ぶわけじゃないですか。芸人とか女優さんとかいろんな人グラビアアイドルの人とか呼んで、いやギャラが、ギャラがね、まあすごいバカ高くなる。結構中堅芸人っていう、すごい人ばっか呼ぶんっすよ。水道橋博士とかも、まあそれ中堅芸人じゃないか。文化人か、半分。 あそういうすごい人呼んでるから長くは持たないよねって言ったんですけど、そうなのかって見てみたんですよ。暇だからアベマ t v 見ようって見たんですよ。そしたらね、やっぱアベマ t v のそこでアニメアニメが何チャンネルあったんだっけど、こっからちょっといっぱい喋っちゃう。こっからアベマ t v の、ちょっと、やばい喋りすぎて頭痛くなってきたな、うん。あのね、水不足なんですよ。これで、これ、あの,あのね、龍角散の音だと水飲むと死にますよ。あー、死んだ。やべ、マジ、痛い。 脳天プチンだアニメだけで5チャンネルあるんすよこれが強みなんじゃないかとでまあ番組表今見ますよアニメでちょっと今今の時間でバレちゃうんですよ俺の動画撮ってる時いやバレたっていいだろそんなまあいろいろ今あ北斗の件29から3 2に、えー、祝心40周年アベマ t v 初放送コロッケハッシュ21から24と、えー、リゼロのなんかあともうすぐ終わる あ、はがれんああ、やっちゃった、俺あ、はがれん見なきゃな、でも、あ、ダメだめだ。俺が起きた頃に終わるわ、はがれん。多分俺今日1時、2時起きなんですよ、夜の。ね、こっから寝ると。やべえな。で、はがれんと、あ、もう4時だな。で土日、1期目北斗の剣と、ちょ、よくわかんないやつ、よくわかんないやつ、はがれんとかで、明日の情報見たんですよ。明日の情報見て、おしまい、ミスターに、あ、10ね。 まず、ボボボボボボボねえから見る価値ねえんだけどな。いやー結構、クレヨンシんンなんか土日はクレヨンシんンじゃとかドラえもんとかやってるんですよ。結構、アベマ TV それも無料で見れるんですよ。うん。スマホでも見れるし、でもね、コメントはクソっすけど。結構いいと思いますよ、マジで。あの、俺はおすすめしますよ。アニメだけならいいっすよ、最高っすよ。うん。いいアニメいっぱい揃ってますんでね。いや、 もう俺限界。あのー、動画撮って、見て寝る。猫、ね、店さんと井上ーさんの動画見て寝ます。いやー、まあね、あと3ヶ月で、えー、まあ、あと6ヶ月かな、6ヶ月でチャンネル登録者1万人。候補期待ということで、ね、まあ、これからね、あのまあ、まあ今、えー、僕の動画を見てる方、あのー、僕はいずれチャンネル登録者1000万人、1億人になる大スターになるんですよ。大スターになるっていうことで、今ここのね、 あのー、コメントとか、好評、コメント残しといた方がいいっすよ。後で、ああ、俺、はじまきしろは、俺が育てたようなもんだからって言っていいです。今なら。今コメントしてくれる方、まあ、5年後、10年後とかになったら、僕はもうなんか、もうヒカキンさんなんか、ふんっていうようなね、ヒカキンさんが、ふぃーっていうくらいの、とんでもね、スターになってるんですよ。YouTube チャンネル殿堂入りっすよ。あのなんかもう、YouTube チャンネルのランキングあるじゃないですか。殿堂入り1位、2位、3位みたいな感じなんですよ。もう。 そんなくらいになってる。チャンネル登録者5億とか言ってるんで、そういうバグモン YouTuber になってるんですよ。バグモン YouTuber になってるんで、今のうちにコメントしといた方がいいですよ。今のうちに。このチャンネル、そのまあ、僕は多分ね、あの、なんかの運命的な出会いにより友達ができるんですよ。で友達ができて、それと、あの、グループ YouTuber もやるんで、グループ YouTuber 始めますって言った時に、そっちのチャンネル登録して、 期待してるよとかコメントして面白いねみたいなコメントしてください。あなたは多分未来だけで、あの、そのコメントするだけでチャンネル登録者100万人は行くと思いますね。価値ありますよ。うん。いや、本当に、いや、静かに見てるのもいいですけど、今だけですよ。心置きなくコメントできるの。俺はコメントなんか一つも、あの、スパムも入れないし、スパムも入れるのは外国人のクソメール。 クソスパムだけね。あのクソスパム。あんなこの URL 踏んでくださいみたいなクソ野郎だけね。クソ野郎しか、あの、クソ野郎はスパムは入れるけど、それ以外アンチコメントだって確かに昔はちょっと頭切れて削除しちゃったけど、もう削除しません。もう一応アンチコメント体制は出たんでね。あの、殺害予告が消します。なんでかっていうと、その人がさ、あのー、危ないじゃん。単純に。いや、殺害予告消せねえよ。証拠として残しとか、スクショして。うん。まあ、そんなことよりはね。 あのー、まあ、今のうちにね、面白いだの、こう、あんまあ、面白くないな、うん、でも期待してるよみたいなコメントしたら、多分それね、そのコメントの価値1000万くらいでね、電子売買できますよ。あのもう、ハンターライセンス並みの値打ちが出ますね。本当に。7台遊んでくれ、暮らせますよ。ね本当に。今のうちにコメントしちゃった方がいいよ。ぽいすけさんも、 コンレンさんもレスクさんもこの人たちはもう殿堂入りっすよ。いろんな人も、あと、吉川幸喜あの、アンチ、アンチの王。まあ、そんなんで吉川幸喜かって、俺多分その子のコメント着しちゃったんだけど、すごい印象に残ってるんですよ、名前が。で、コメントも、コメントは残ってないんですけど、名前インパクトやばって思って、覚えやすって思って、まあ、これからアンチの名前、吉川軍にしようかなと思って、吉川軍団ってう。 と思ってるんですよ。で、ファンの名前はね、あの、プロと共、教信者とか、なり、あのー、帝国軍かな。やっぱ、かっこいいから。帝国軍でお願いしますっていうね。さらっと名称言っちゃう。で、名称ってやっぱあるじゃん。魚民とか。帝国軍かっこよくね。町人よりも帝国軍って。帝国軍、吉川軍団って。ドゥードゥー。会いたい。やばい。喋りすぎて、会いたくなってきた。 とということで本当ね、今のうちにコメントしておいた方がいいよ。上から見線で、ね、コメントしてください。なんでかっていうと、単純に俺が有名になったとき、優越感にあなたが浸ります。あ、はじまきおしろ。ああ、俺はね、あいつの才能に早く気づいてる時け、ね、全然言っていいですよ。今コメントしてくれたら。うん。今コメントしてくれたら、全然なんかビジネスでも、あはじまきおしろの師匠とか勝手に名乗っていいですあ。メールはください。あの、あ、あ吉川さんですかとか言って。 覚えてたらいいっす。あのね、ウオタミのみんな、俺が煽ってウ,ウオタミのみんなもちょっと覚えてるから、その時なんか YouTube なんか始めたいなってずうした時ね、あのー、僕が有名なところにコラボしてもね、コラボしてるよ。うん。でも顔面ぐちゅぐちにするコラボできるな。うん。いや、さすがヨーグじゃねえか、未来の。それはダメだ。予告すぎる。スパン長すぎ。はい。ってことでね、ほんと眠すぎる。やばい。眠すぎて肝臓痛くなってきた。いけー。 いや、そういう肝臓痛くなってきたってうちにはしないけどあ、マジ痛いやばいこれガチで体ぶっ壊れるホントじゃあねバイバイあの死にたくないんだ